こんにちは、うなぎ屋です。今回は7月3日に行われました棋聖戦第3局藤井聡太棋聖対佐々木大地7段の対局内容について、個人的に印象的だったシーンを4つほど紹介していきます。よろしければ最後までご覧ください。ここまで1勝1敗で迎えた第3局、どちらが先に2勝目を挙げて防衛獲得に王手をかけるのか注目された第3局なんですけれども、注目の戦型はですね、まず角換わりから後手番の佐々木さんが右玉に組みました。前夜祭でもお二人ともこの第3局がですね、1勝1敗ということもあって勝負どころになるということをですねおっしゃってたんですけれども、特に本局後手番となる挑戦者の佐々木さんはですね、鬼門の後手番というふうに表現されていて、まあ何らかのですね対策があるってことをですね結構匂わせていたんですよね。だからこう今回第3局ですね、どんな戦法を佐々木さんが選ぶのか楽しみにしてたんですけれども、まさかの右玉でしたね。佐々木さんといえばですね、どうしてもその相掛かりが強いのでその印象が強烈なんですけれども、ちょっと右玉をですね、選択したのはやはり意外でしたね。結構守り重視のですね、将棋になるので、ちょっと意外な印象を持ったんですけれど、アベマの解説だった門倉さんによるとですね、若手を中心に今この右玉もですね、有力視されているっていうことなんですよね、後手番の戦法として。狙いとしては、まあ、積極的に主導権を取りに行くっていう将棋ではないんですけれど、最終的にはまあ後手番なので千日手を目指すっていう意味でですね、有力視されているっていう解説だったんですね。なのでまあ個人的にはですね、本局まあ佐々木さんが守り重視で千日手狙いで指していくんであれば、まあ穏やかな将棋になるのかなって思っていたんですけれども、結果はですね全然違いましたね。で、対する藤井さんなんですけれども、この佐々木さんの右玉が6三銀と完成したのを見て、なんとですね45手目9七桂馬と跳ねるんですよ。これ狙いとしては、これ本譜ですね4四銀から今度8九飛車と回って、この8筋9筋をですね逆襲していくって狙いではあるんですけれども、この9筋ってまあ香車が向かい合ってる中で、普通こんなところにですね、前に利きのないですね、桂馬なんか飛ばないんですよね。いくらこの8九飛車っていう狙いがあるとはいえですね、普通こんな手は指さないんですよ。で、これがどれだけ普通じゃない手なのかっていうのをですね、示すのに一番ぴったりなのが、ちょうど将棋連盟のですね、棋譜中継アプリで、コメントがあったんですけれども、控室にいたですね、なめかたさんが、佐藤康光さんに対して、康光さんならこの手指すの？みたいなことを聞いてるんですよね。それに対してですね、佐藤康光さんがいやいや私でも指さないよって答えるんですけれど、あの佐藤康光くんですよ、後手番の2手目3二金やディレクト向かい飛車、あと天空の城ラピュタ囲いだとか、あと何ですかね、最近だと棒銀と呼ばれるですね、ひたすら銀を9筋に繰り出していくっていうですね、誰も指さないような手をですね、指して、無理やり自分の剛腕で将棋をまとめてしまうというですね、佐藤康光九段ですら指さない手なんですよ。つまり、他の棋士誰も指さない手っていう意味なんですね、それは。そのぐらい衝撃的なこの9七桂だったんですけれども、 AI 的にはですね、なんとこの局面と最善手って形で出てたんですよね。で、解説だった門倉さんもまさか指さないと思いますみたいなことをおっしゃってたんですけれども、藤井さんが指したんですよね。局後のインタビューで、ここがまあ研究手だったのかどうだったのかっていうことは聞かれていたんですけれど、ちょっとですね、その場ではまあ指そうと思ったからみたいな感じで、まあ言葉を濁す感じだったんですけども、おそらく研究だったんじゃないかなと思うんですよね。つまりですね、この局面、佐々木さんがですね、とっておきっていう形で用意した右玉の局面だったんですけれども、おそらくこの局面すらも藤井さんにとってはですね、想定内の局面だったんですよね。
で、この手を刺されたですね、佐々木さんもそれまでこう、扇子を仰いでたんですけれども、刺された瞬間に身を乗り出してですね、なんだこの手はって感じで考えるんですよね。で、この手自体もですね、佐々木さん感想として、まあ、考えになかった手で意表をつかれたってことをですね、答えられてたんですけれども、それだけ衝撃だった97桂馬なんですけれども、これで終わらないのが本局なんですよね。進んで64手目、佐々木さんが桂馬と打った局面ですね。取ってしまうと8九飛車成っていう形で取られて飛車をですね、取られてしまうので、同銀とは応じられないんですけれども、今度はですね、まあ97桂というですね、豪腕を見せた藤井さん、今度は顔面受けに出るんですね。65手目、63玉とですね、立って、8八歩打ちに対して一度飛車を逃げてから8五飛車に対して今度は桂馬を取りに7六玉と出つつですね、飛車を今度玉で取りに行くんですね。で、さすがに玉で取られるわけにはいかないので8三飛車とですね、佐々木さんも引くんですけれども、歩とですね打って、まあ、飛車先をですねさすがに止めに行きます。で、まだこっからがすごくって、今度ですね、当然ながら、まあ、これだけですね、玉が前面に出てきてくれているので、6段目まで出てきてますからね、単身で。それを狙って、7三銀とですね、72手目佐々木さん。飛車と銀のコンビで玉を取りに行こうとするわけなんですけれども、ここでまたまた衝撃の一手が出るんですね。絶対もう当てられない。本局をですね、見てないと当てられない一手。手だと思うんですけれど、まさかの8六玉なんですよね。これ狙いとしては、狙いというか、まあ、佐々木さんのですね、攻めをかわす意味での8六玉なんですけれど、5四角とですね、佐々木さんから打つ手とかがあって、この角のラインが、厳しいので、避けるっていう意味もあるんですけれど、まさにですね、今この飛車と銀が、攻めて来ようとしている勝ち筋に自分から歩み寄る一手なんですよ。飛車と銀で攻めが成立する棒銀っていう戦法もあるぐらいなので、このコンビはですね、強烈な攻め駒であるんですけれども、そこの中心地によく単身で自ら乗り込んでいくっていうような手なんですね。で、これがうまくいかないっていうのが驚きで、ギリギリですね、後手の佐々木さんも不切れだっていうところで、うまく攻める手がないんですよね。避けられてしまったことで、角の打つ筋もなくなってしまったので、もう間違いなく、この97桂と8六玉という手はですね、これからの藤井さんのですね、タイトル戦の名場面の一つになるんじゃないかなと思います。で、このままですね、本局はですね、まあ、どちらかというと、いわゆる藤井曲線ですね。藤井さんが見事にですね、佐々木さんのとっておきの秘策、右玉をですね、攻略して、王手となる、2勝目を挙げたわけなんですけれども、今回の対局なんですけれども、ちょっとですね、藤井さんの棋風の幅をですね、見せつけられた一局だなっていうふうに思うんですよね。これ名前隠して棋譜だけ見たら、私間違いなく佐藤康光九段の棋譜だって断言しますもん。こんな97系とか見せられたら。もしくは、玉のこの捌き、顔面受けっていう点から木村八段が候補かなと思うんですけれど、まさかこれが藤井さんの対局だとは1ミリも思わないんですよね。こんな指し方もですね、できるんだってところを新たな一面としてですね、見せてくれた一局なのかなと思います。一方のですね、佐々木さんにとっては、まあ、局面自体はですね、自分が誘導した右玉の局面ではあったんですよね。で、ある意味ですね、その自分が誘導しながらも、藤井さん側にうまく対応されてしまったということで、いわゆる心が折れるというかですね、ダメージとしては大きい、敗戦だったのかなっていうふうにも思うんですよね。ただちょっとですね、最後、ご紹介したいのが、佐々木さんと佐々木さんの師匠である深浦九段がですね、運営している、深浦一門というですね、ツイッターのアカウントがあるんですけれども、そこにですね、師匠である
深浦さんが、あの本局の後にですね、ちょっと投稿をしておりまして、その内容をご紹介したいと思います。で、本局ですね、あの、沼津市で行われていたので、まあ、沼津市のですね、沼津駅をですね、あの、背景に撮られた写真とコメントが載っていたんですけど、そのコメントがですね、なかなか胸に来るコメントなんですよ。深浦さんからですね、佐々木さんに対して、負けを恐れず、第4局、第5局を力を振り絞って戦ってくれることを願ってって感じでですね、投稿してるんですよね。いやー、いい言葉ですよね。当然ながらですね、私なんかでも藤井さんの強さっていうのを棋譜を見て感じるわけなんですけれど、それ以上にですね、プロ棋士の皆さんは当たり前なんですけども、私たちが感じている以上に藤井さんの強さっていうのを感じてるわけなんですよね。で、ましてやタイトル戦で戦っている佐々木さんはより強く、まさにその強さっていうのを目の当たりにしてるわけなんですよね。それは師匠である深浦さんも重々分かってることではあると思うんですけれども、それでもですね、負けを恐れずに、まあ次局、そしてそれを勝って第5局、全力で力を振り絞って頑張ってほしいっていう言葉がですね、ちょっと改めてこの師弟関係のですね、素晴らしさと言いますか、胸に来る言葉だなっていうところでですね、今回ご紹介させていただきました。ちょっとこういうのをですね、見てしまうともうどっちを応援していいのかわからないんですけれども、皆さんはですね、今回の対局どのようにですね、ご覧になられていましたでしょうか。ぜひですね、あの対局の感想でも、この動画のですね、感想でも結構なので、コメント欄にてですね、お聞かせいただければと思います。ということで、今回は棋聖戦第3局のですね、個人的な感想についてお話をさせていただきました。引き続きですね、このチャンネルでは将棋関連の動画をご紹介していきますので、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回のですね、動画は以上とさせていただきます。ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。さようなら。